こんにちは、今回は隠し任務を進めていきます。割と難しめのギミックですのでぜひ確認ください。ではこちらにワープして受注をしていきます。以降は適宜解説を入れます。身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。会話後一つ目のギミックです。まずは真ん中の青装置からエネルギー回収。右下のキーを使ってください。その後上の場所フォーカスで視点の変更。悪くない目が出たわ。今日も引き続き檻のそばの装置にエネルギーを渡します。サイド右下のキー、一気に終わらせるわよ。少し進むとパイモンを操作して檻を再度開けます。基本的に適当に選んでも問題ないです。最初が檻の方の端末。続いて扉のそばの装置。最後に檻のそばの装置。で、ここで下にすぐ飛び降りないで進めましょう。もし飛び降りたら再度一番上まではしごで戻ります。ここではバルブを閉じていきます。このようにガスが出ているので出なくなるまで装置を回します。この二つは右の青矢印が右の青矢印が下。下に降りて最後のバルブです。知らせがあったわ。うん。どうやらまた新たな変数が現れたようね。
急がなくてもいいのよ。ここは左の装置から進めていきます。まずは移動、次2回転1回転だけで止めます。右の棒が回転して青く光って一直線になれば OK です。移動回転1回転のみ中止移動。まずは左の棒を縦にして移動、その後右の棒と向きを合わせます。横向きになったら再度移動して回転させます。散乱せし罪に言葉なき手がかり。かかれ、いいとよ。宝箱の奥のはしごを下に降ります。散乱せし罪に言葉なき手がかり。移動回転1回転のみ中止。まずは右の棒を縦向きにします。3つ全てが縦向きであれば OK です。移動1回転のみ中止。最後に移動となります。はしごで上に戻ります。会話や戦闘がありクリアとなります。豪華な宝箱も出てますので忘れずにです。ご視聴ありがとうございました。